はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7レジデントイーヴィルのグロテスクバージョンですねで、俺もこれ買いに行って店頭に並んでるのを見て初めて知ったんですけど、なんかね、通常バージョンとグロテスクバージョンっていうのがあって、で、店頭見た時になんか色の違うバイオハザードのパッケージが2つあって、あれこれなんだ、どっちだって思って、一番最初なんか単純にプレイステーション VR の方ですね、まあ、VR 用のもの と、普通のプレイステーション4用のものなのかなって思ったんですけど、まあ、別に両方とも、プレステ4とプレイステーション VR で、まあ、できる。で、何が違うんだってこうパッケージの方をちょっと細かく見てみたら、なんか下の方にグロテスクバージョンって書いてあって、でマジかよ、そんなん置いてあんのかよって、まあ一応スマホで調べたらなんかグロテスクバージョンも出ますみたいな。で、値段とかは全く変わんなかったんで、まあちょっと嫌ですけどグロテスクバージョンを、購入しました。というわけで、じゃあバイオハザード7早速やっていきましょう。またちょっとね、一人でテンション上げていかないと怖いんで。アイテムボックスに新規アイテムが追加されました。そう、プロダクトコードがついてて、なんかサバイバルパックっていうのがあったんで、申し訳ない、これはダウンロードさせていただきました。使えるものは使って、生き延びていきたいと思います。じゃあニューゲーム、難易度の途中変更はできない。カジュアルでやりてー。マッドハウス、逃げ場のない死の恐怖に立ち向かいた人向け。まあ普通にノーマルですね。うわー、やだなー、ほんとやだよ、マジ怖いよこれ。またなんかビデオ、おお、もうこれでビビるよ。こういうのやめてほしいんだけど。愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ、もうすぐ家に帰れることになったの待ち遠しいわ、この子守りみたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。アップすぎだろ、こんなアップで撮らねえよ。もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン、早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。ちょっと、まあもしかしたら申し訳ないけどイベント中も喋らせてもらう可能性はあります。普段は黙ってるんですけど、ちょ、怖いんでマジで喋ってないと。イーサン、あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。なんだ、このメッセージをもし見てるなら。切羽詰まってるの。私を探さないで。しかも自撮りでなんかそうやってたの。で、探しに行くのか。で、探しに行って巻き込まれる。俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ、大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ、戻ってきた。見つかったのか。どうやって、何があった。詳しいことはわからない、わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに。ダルベイだ、ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。左運転、うわ、一応動かせるな。で、上下は反転させてあるんで、オプションで。左右はまあこのままです。いやー、あんまり脇目運転するのは危ないからな。鍵抜かないの？パクられるよ、いくらこんな何にもないところとはいえ。鍵抜こうぜ、まずは。ここだな。悪夢の始まり。うやだよ、帰ろう、こっち帰ろう行けねえしえ、ってかここまでどうやって車できたの。ここ突っ切ってきたのか。もうちょっとさ、車で奥行こうよ。もうちょっと行けそうだよね。
まあちょっとそれっぽいところ、まあ横道には多分行けないと思うんで、うん、進んでいきましょう。おー、何、あ、虫がいるってこと。なるほど、こういうなんか熱そうなところで虫に刺されると怖いかな。現在の目的を確認する。え、何これ、下、え、何、どうやって今何、明日、違うね、アイテムボックス的なのが開いた。これ出てしまうのここら辺は変わらない。ミヤからのメール、メールのプリントアウト、あ、メールいちいちプリントアウトしてきたんだ。ミヤウィンターズ送信2017年7月18日火曜日23時4分宛先イーサン・ウィンターズ。俺はイーサンか。ルイジアナ州ダルベイベイカー農場迎えに来て。お、迎えに来てって言ってたね、さっき探さないでって言ってたのに。封筒、まあ、別に開けられるとかそういうのはないね。これさ、アイテム見てるときもう上下反転したいんだけど、まあいいか、閉じよう。なるほど、恋人を探しに来たのか。これこっちに道があるね。こういうのはね、こっちに行きたくなるんですよね。まずはこう脇道から走る、うん、お、車がある。あ、人いる。あ、人ではないか、全然違った。おお、なんかクーラーボックス、釣りかな、なんかないかね。開けられるいきなりこっち来てくる、いいのなんかあるね。ん、戻すって見れないんだ。ジョイン・アース、ようこそって言うんだ。私たちに参加するってこと俺ちなみに英語全然わかんないんで、スーア・ゲーターズ EP17 ルイジアナのゴーストハウス潜入取材企画書。ああ、ゴーストハウス系ね。体験版のゴーストハウスかな、それとも違うところかな。まあ、これは持ってはいけないみたいですね、そのまま返すと。なんかホースが伸びてるね。これはなんだ。で、ここは恵みを受け入れろ、アセプトハーギフトかな。こっち行ける行けるしちょっと待って、さすがに館に行こう。でも館が入れなくてこっちに来るっていうパターンかな。走っていくか。元気だな。スタミナ的なのはあるのかな。走りすぎるとハーハーして、それはなさそうだな。入れる、あ、入れないんだ。やっぱ結局あっちに行けってことね。裏から回るんだ。結構頑丈な錠前だよね。喋ってるとね、あとね、ちょっと周囲のね音を聞き漏らしちゃうんですよね、自分の会話で。なんか動画を見返してみて、あ、なんかここ言ってんなとか落としたなっていうのがね分かるんですけど、喋ってるとね、そのなんか例えばこういう時にガサガサってなったとしても聞き漏らしちゃうっていうねことがあるんで。え、こっち？ちょっと虫がいるからこれであのガードらしいっす、説明書見たら。こんなんでガードになるのかよ。よくこんなとこ入ってくよな。お、人がいる。おい、走れない。まあ、追いつけないようにしてんのかな。こっちに行ったよね。いなくなった。あー、一応なんかこっちの方も、あ、行けないわ、こっちには。こっちに進んでいくしかないな。まあ道なき道だよね。獣道的、何これ、え、何これ、なんかぶら下がって、何これ、なんかの骨。あ、しゃがんでいけるね。こっちの方は、うわあ、びっくりした。もう
超びっくりした。もうやだ、なんでもないただのカラスなのに立つ。あ、そっか、しゃがんでから立たないといけないんだよね。いや、ちょっとでも体験版触ってみてよかったな。なんとなく操作感がわかる。まあ、戦闘はねなかったけどね、獣がいたけど死んじゃったからね、体験版では。まあ、一応あの後やって、なんかその引き継ぎアイテムみたいなのはあの手に入れました。なんとかのメダルだったかな。これなんだ、飛び降りる、飛び降りたら家があるね。しょ、しかもこれって結構煙が出てるってことは最近。おバッグみたいなのがある、拾ってみよう。LR、 あ、そうか、これね回すってことね。運転免許証があるよね。運転免許証って財布の中とかに入れとくんじゃないの。あれ、これってあれもう終わり、調査開始。他にもさ、なんか使えるものとかないのかな。うん、逆さにしても出てこない。あら不思議。アイテムスロット、あ、運転免許証ゲットしたね。ミアの運転免許証、何か黒いものがこびりついている。払えないのかな、こうやってさ汚れを落とすみたいな。これアメリカの運転免許証、アメリカの運転免許証もこんなんなんだ。なんか ID カードみたいになってるね。なんかに使えるのかな。まあ日本はそういうのないですからね。まあいいや。じゃあここか。マジやだ。なんか上とかからさ、なんか人が見てそうだよね。そういうのはない？いやー入りたくねー。ここは窓か、普通の。やだな。これブランコ、ちょっと座ってこうぜ。おお揺れてる子供とかいたのかね。暗っ、いよいよ暗くなってきたよ。電気がついてる、電気は通ってるってことだよね。こういうのいつも不思議だよね。よく通電してるよなって。電気代とかちゃんと払ってるってことでしょ。まあその電気代とか、うわ怖え、滞納したことないけどさ。だって止められるよね普通に。うわ真っ暗じゃん。いや超やだ、待って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 、超やだ、マジ入りたくねえんだけど。いや、え、何も見えないよだって。え、どう、ここから入ってきたのね。出れる、おかしくね、どういうことよ。くそ、いや懐中電灯みたいなのよく持ってきたよな。普通持ってなくね。でも一応探索に来るっていう感じで来たから持ってきたのか。なんか書かれてるね。あれ、ここってあれじゃん、ほらチェーンカッターが落っこってたとこで、こっから外に出てうわーって殴られたとこだよ。そうだよ、だからここは多分キッチンに出るよね。あ、そうだ、やべえ、きちったよ。ドア閉めるとか開けとこう、なんか逃げられるように。いやーとうとう入ってきてしまった。ここにねビデオテープありましたよね、チェーンロックみたいな。まあこれは外せないと。うわーやだ、マジやだ。え、あ、虫が飛んでる。これ開けるとなんかゴキブリがいたんだよね一緒だしなんだチクショあとこういうとこを調べられる。お、これなんだ、
別にゲットできるわけじゃないね。なんだこれ、黒い謎のプレート、特に写真かな、なんか書いてあるわけでもなし。でこっちも、開けられないね。ここにあのキーピックがあって開けられたんですよね、体験版だと。まあ動画の方にはあの出してないんですけど、ちょっとあの後やったらなんか音が入ってんのかな、確か。テオの新聞、ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、ちょっと待って2年間で20人以上、音するよね、なんだよ。冷蔵庫とか一緒かな、こことか。わあ一緒だね、冷蔵庫。開けてみよう。うん、あ、それでなんか捕まったのかな、体験版入ってきて、で捕まって館から逃げろみたいな。うわーやだ、どっちへ行く、例のあそこの部屋に行く、地下室のある。ここは特に何もなしか。いやー一人で探しに来たくねえなー、やっぱ警察的なものに頼んだ方がいいよ。まあ、警察が動いてくれるかって言ったらまたあれだけどね。うわー行きたくない。さあこの部屋に行くか。じゃあ、わー映ってるねー、映ってるよー。ヒューズはない、一応調べよう。特になんかヒューズがどうたらって言わないね。ヒューズが欠けてる。でピアノ、これはそのままガッチャンってなるかな。おお、あれここのソファーみたいなのは、これはなんだ。あ、地下へ行く例の扉かな、襲われた。ここにもなんか調べられるのがあるね。お、いろいろあるね。なんで写真が置いてあんの。いやもうやだ、すでにやだ。これ何、人のあれだよね、怒ってんのは。あ、これは女性。うん、体だけ写してるね。さあ他に手がかり何かあるか。一応体験版だとここに隠し通路的なのがあったんですけど、まあ上の写真を調べてみよう。この家の住人か。ああ、家族、お父さんお母さん子供2人みたいな。あ、あるね。え行けんの。これだってさ、体験版やらなかったらマジ何にも分かんないよね。ビデオテープとか見て、あ、何にも知らない人だったらこれ見つけらんないもんね。まあたまたましゃがんだら、あ、あったみたいな感じになるかもしんないけど。どうしよっか、行ってみる。行ってしまった、下に降りられるね。うわ、クラクラクラ、なんか落ちてはない。立とう、一応立っとこう。降りられる、降りられる、やばい、降りてしまった。おお、やばい、壊れた。もしや登れない。うわうわうわ、やばい、これやばい、ちょっと待って、やばいぞ、絶対いる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 。いやーやばい、登れないのね。奥へ進む、どっちだ、こっちか。だってさー、こっち側から来たじゃん。ちょっと一応探索っていうか、探索するとこねえな、奥行くしかない。やばいやばいぞ、もうやばい。
でもさ、地下にこんな、ここは電気が来てるね。まあ、電気なかったら終わってたよな。いやわ、超やだ。これはしゃがんでいかないとダメか。そういう、うお、こんなとこよく入ってくよな。まあもうしょうがないよね。でもはしご壊れちゃったから。どこに通じてんの。なんかいきなりさ深くなってさ、ドボンとか。どこどこどこ、さらに下行くの。どうなってんの今。暗くてわかんねえんだけど。進んでるこれ。なにブクブクいってる。なんか進んでんだか進んでないんだか。今どこにいるの俺は。やばい。冷静だな。ちょ待って、いけないんだけど。おお、邪魔だよこいつ。冷静すぎだろ。もっとさ、うわー、バシャ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 ってなるよね。こんなん見つけたら。しかし出てきたな。新しいところへ。なんか、女性の写真とか男性の写真があるね。この扉もやだな。なんかマジで分からん。行くか。だってさ、ルート的にはさ、本当ここでいいのっていう。やっぱね、武器が欲しいね、まず。これ何？いける？いけない？あ、こっちに行ける。なんかミニマップとかもさあるといいんだけど。これ何、トイレ。あ、待って、何、誰か来る。ちょ待って、こういうのってさ、なんか急いで行った方がいいのか、慎重に行った方がいいのか。誰かいるか。いや無理だわ、ないよ。ミア、後ろから襲われるのか。ない、待って。あれ、ここどっから来たんだ俺。ミニマップがないとマジでわからん。これあとさ、テレビで見る映像とさ、キャプチャーした映像、なんかね、どっちかっていうとキャプチャーした映像の方がね、明るいんですよね。これはなんだ。ベン死亡、ハロルド点火、死亡、点火。エルって何？一番下のクランシー。こっちは？こっちももしや。点火、死亡みたいな。ミアだけなんかあれだね、何もないね。ミアだけ書いてない。ミアって恋人だっけ。ちょっと見てみよう。ミアからのメール、そうだね、恋人だね。あ、目的があるじゃん。扉のチェーンを切る。今なんかあったよね。これか。これ取ったら危なそうだな。これでも絶対武器にはなる。武器には絶対なるけど、武器じゃないんだよねこれが。点火ってことはあれかね、なんか汚染されちゃった的な。これさっきのやつだもんね。いけるか。これ、てか一応ねこれオートセーブはあるんだけど、なんかセーブポイント的なのって。あ、いるけど、ちょっとさ、チェーンカッター構えようぜ。まず武器としてさ、チェーンカッター使えるでしょ。調べる。いやこれ絶対使えるよ。何かあったらこれでぶん殴るしかねえよ。いやこれ絶対
有効なアイテムのはずなのに怖え、やだな。おい、ミア。ミア。ミア。見つかってよかった。俺だ。イーサンだ。イーサン。イーサン。大丈夫か。どうしてここにいるの。どういうことだ。君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が。はめられたか。誰にも見られてない。あいつには。あいつ？他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの。早く。ついていけばいい。こいつ懐中電灯もなしによく行くよな。普通懐中電灯を持ってるやつ。どこに来た。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も。もうそんなに経ってしまったの。懐中電灯持ってるやつが前に行った方がいいんじゃない。え、なに、え、なに、なに、なに、全然見えないんだけど。どうした、しゃがんだ方がいいか。お、どうした。お尻を追いかけよう。なんだこの場所は。何をされた。後にして、まずはここから出ないと。どこ見て話してんだこいつ。確かこっちのはずよ。え、ちょっと、うわ、これとか。いやー、うん、どうした。ミア、説明してくれ。君からのメッセージ。私じゃない、私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。つまり何も知らないってことでしょ。こっちへ行きましょう。なんかアイテムとか落っこってないのかな。そっちで合ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。ここ、いや俺ちょっとデブいからさ入れないんだけど。しかもマジで入れん。入れた入れた。ん？どこ行った？あれ？どこ行った？でもマジでどこ行った？いたいたいた。ここよ。ここだわ。大丈夫か？絶対やばい。絶対やばいぞ。ここよ。いや、開けたらやれるぞ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの。信じて。なんか疲れたか。なんか探す。ドアがあったって言うからね。なんか封鎖されてるね。これは E001。 なんか被験体みたいな感じかな。被験体 E001 みたいな。こっち行けるよ。ああ、あれ、ここあれか、体験版。うわっ、いや、やめて。ミア、どうした。一瞬にしていなくなった。あ、こっち、ちょっと待って、先のところ行くべきか。いや、おう、ここは、あ、ここはあれか、地下か。あれ、どっち、あれ、マジでどっち。あ、これか。いや、とっく、うわ、自動的に開いた。え、こことかなんかある。特になんかがあるわけではない。外はいつの間にか雨になってる。電話、なんで電話をしようって気になったんだろう。
110番とかね、まあ、アメリカだからそもそも110番じゃねえか。アメリカはそういうの何番なんだろう、緊急的なやつは。ここ開けよう。お、廃屋の見取り図、マップを見る。このさ、下印が出るけどあれ何なのしゃがんじゃったな。え、なんかで見れる。あ、これか、ミアを探す今。ああなるほど、今ここにいるってことね。あ、これはすげえいいわ。で、そう、これ体験版にあったところっすよね。左が洗面所で、そう、この便器の中にね、銃があったんですよ、体験版だと。なんもないけど、拳銃の弾とかそういうのはないね。お、回復薬、え、回復薬があるってことはさ、ちょっとやだよね。あー、いっぱいあるよ、やだ。まあでもこういうのはちょっと回収していこう、しっかりと。え、何、どこ、え、どこだよ。出よう、ここ、マップマップマップ、マップを見てるときは多分、え、進行してんのこれ。まあいいや、マップを見てるときは安全みたいな。ここだ、ここだ、行くぞ。いけない、え、本当にいけない。チェーンカッターでぶん殴れよ。チェーンカッターをさ、もう少し有効活用しようぜ。いいもん持ってんだから、っていうかなんかしないといけないんだな。あれ、ここ、いやマジでわかんない。なんか、え、音が止んだ。いけるようになってるか。開く？開かない、開かないよね、いけない。もう一回地下に戻るか。マップを確認しようミヤからのメール、まあこういうのも一応あるんだね、ファイル的なもの。物音を調べるっていうのが出てるね。物音を調べる、アイコンの説明、現在地、小さな鍵穴とかもあるんだ。おー、ちょっと物音、もう少し、じゃあこっちを調べるか。トイレの中、何か、何かないか、この浴槽の中とか。んー、なさそうだな。やっぱ地下に戻らないとダメか。この戸棚の中とかは鍵とかを見つけるのかな。こういうところとかね、特に何にもなしか。もうちょっと戻らないとダメか。だってここは何もないもんね。こことかも特に電話があるだけ。出てみる、もう一回。扉の開け方を教えてください。ダメか。ここもう一回開けてみよう。なんか入ってる？入ってないよね。あー、じゃあもう一回地下を戻ろうか。というところで、まあ、ちょっと途中ではありますけれども、まあ、なかなかいい時間になりましたので、初回はちょっとここで終わりにしたいと思います。まあ、セーブポイントとかよくわからないんで、まあ、このまま次回進めていきます。じゃあ、すいません、最後。じゃなくて最後っていうか
結構テンパってる最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。